ないよ。私たちには一例が必要なの。大丈夫。もうあなたたちに私は必要ないわ。だって午前0時くんっていう新しいディレクターがいるんだから。0時くん、みんなのことお願いね。いいディレクターになってちょうだい。ううん、いいディレクターで居続けてちょうだい。はい、頑張ります。うん、いい返事よ。これなら安心ね。さよなら、みんな。最後にみんなで盛り上がることができて嬉しかったわ。これからもみんなにしか作れないゲーム作り続けてね。一連、一連、一連、一連。レイジ君、ご苦労だったね。お、オワリさん？なんだ。なんだ。ってどういうことよ！私たちが来たってのに！すみません。なんだか安心してしまって。本当にありがとう。あなたの勇気がなかったら新世界に行ってアカシックを破壊できなかったわ。そうよ。一人でよく頑張ったじゃない。ただのヘタレだと思ってたけど、ちょっとは見直したわ。ちゃんと褒めてやらないとな。タンニャがいい子いい子してやるのだ。震えが止まらぬか。どれ、特別に我が輩の肉の鎧にてレイジーを包み込んでやろうではないか。だったら俺も一肌脱ごうじゃないか。男に興味はないが、レイジ君なら俺もなんとかなるかもしれないし。それは勘弁してください。お気持ちだけで十分ですから。それより皆さんもお疲れ様でした。いや、大変なのはこれからだよ。さっきラウンジで目覚めたら領収書が置いてあってね。え、カラオケ店にいたんじゃないんですか？アカシックがシャットダウンしても我々がなかなか起きなかったようでな。しびれを切らしたらしく、宮部氏が DIH の職員を呼んで我々を車でここまで輸送してくれたらしい。だが、えげつない領収書を見たおかげで一気に目が覚めたよ。え、延長料金そんなになってましたか？いや、そうではないのだ。我が輩たちが仮想世界に行ってる間に宮城氏と陽子女子がお酒を頼みまくっていてな。領収書を見て我が輩思わず全身の毛穴が開いたぞ。
朝の以上の大酒飲みだったと思うが、まさに上場みだ。俺たちが目覚めた時には二人とも基地にはいなくてね。こんな置き手紙が残されていたんだ。でもってこっちが領収書だ。これに加えて修理代の請求も来るとは。一体いくらになるのか考えただけでも頭が痛いよ。ああ、これで私確実にあの店出禁になったわ。休日の一人カラオケ大会とかこれからどこでやればいいのよ。もうこうなったら基地のラウンジあたりにカラオケマシンを導入してもらって、そこでやるしかないわね。あ、浅野、それを決めるのはまだ早いんじゃないかい？その通り。きっと新たな戦場が見つかるはず。決して希望を捨てるでないぞ。そうですよ。なんだったら僕が探してもいいですから。そう？まあそれならいいんだけど。そんなことよりターニャお腹ペコペコなのだ。だったらユーノ、何か用意するよ。みんなラウンジに集合してね。おお、そうだ、ちゃんと東京が救えたかどうかを確認しておくとしよう。まあ外も騒がしくないし大丈夫だとは思うけどね。8月17日木曜日、朝からワイドの時間です。さて本日最初のニュースは、我が輩の設定では本日8月17日の朝には交通機関や金融機関の管理システムがハッキングされシャットダウンされているはずだ。僕たち本当にサイバーテロを阻止できたんですね。この東京を救えたんですね。みんなお待たせ。ユウの特製の残飯定食だよ。買い物に行く暇なかったからとりあえずこれで我慢してね。ちょっと貧相だけど味には自信あるから。我が輩たちは東京を救ったヒーローだというのに、残飯定食とはなんともわびしいではないか。あら、イルカにはこれでも贅沢すぎるくらいよ。どうせいつも大したものを食べてないでしょ。そうよ、ユーノの手料理を食べられるだけでありがたいと思いなさいよね。なんだったらあんたは朝食抜きでもいいのよ。そこのスリッパでもかじってなさい。軽い冗談だ。もちろんいただくに決まっているではないか。なんでもいいから早く食べるのだ。
そうや、レイジ君、どうしたんだい？僕がどうかしたんですか？いや、なんだかニヤニヤとしていたからね。先ほどの続きでも妄想していたのかい？してませんよ。嬉しいんです、こうやって僕たちの日常が取り戻せて。またゲーム開発を始められるんですから。おお、確かにその通りだレイジーよ。よくぞそのことに気づいたな。それでこそ若弟子よ。東京を救ったんだから、ちょっとくらい休みをって思わなくもないけど、でも私もなんだか無性にゲーム作りたい気分なのよね。はい、ユウノも頑張るよ。まだまだ夏は終わらないからね。ターニャもなのだ。東京にいられるのはあとちょっとだけど、北海道からでもゲーム作りに参加するのだ。だとしたらすぐにでも開発を再開した方が良さそうね。全員が集まれる夏の間にある程度のところまでは進めておかないとだし。みんながここまでやる気になってくれるとはな。代表としてこれほど嬉しいことはない。しかも幸いにして、あのループした新世界に囚われた時、レイジ君の提案で企画会議は済ませてあるからな。仕様はほぼほぼ完成している。あとは各自それに合わせて作業をしていくだけだ。目指せ夏の終わりまでに完成、そしてリリースだ。オワリさん、そんなの無茶ですって。諸君、この朝食が終わったら我らジャッジメントセブンは修羅へと入る。夏の終わりまでにワールドエンドヘブンを完成すべく、全員が一丸となって取り組むのだ。